はい、皆さんこんにちは。今日は僕が今考えている最新の作曲というのをお見せしたいと思います。これはチャット GPT が世間に出てきて少しメジャーになった頃に、僕はこのチャット GPT で音楽を作れないかというふうに思いました。チャット GPT に聞くと、とっても音楽の知識は学習しているということが分かったんですが、何せ GPT は文字しか出力ができませんでした。今でなら画像生成というのもできますが、当初はそういうわけでもありませんでした。その時に考えたのが、村長スタイルコードというある約束で音を鳴らすというような独自のコード体系です。それから1年半ぐらいの時間が経ちましたけれども、チャット GPT に O1 プレビューという素晴らしい能力を持った GPT が今できています。ただし、これは課金ユーザーさん、いわゆるプラス以上のチャット GPT に入っている人、そういう人しか使えません。ですから、絶対課金することはないと思う方は、この先を見ていただいても、今現在はできませんので、ご了解ください。ただし、今は課金していなくても、そんな面白いことができるんなら、やってみたいと思われている方は、この後も最後まで見ていってください。では、始めていきましょう。僕は皆さんが簡単にできるように、GPTs というのをいっぱい作っています。歌詞を作るような GPT とか、絵を描く GPT とか、いろんなものを作っているんですけれども、この GPTs というのは GPT-4 Omni というので動いています。最新よりも少し前、この能力を持ったのが GPTs で動くわけです。僕がやろうとしている AI 作曲というのは、この約1年半はできるんだけれども、あまり結果が良くないなという思いで悶々としながらやってきました。でも O1 プレビューというのができたおかげでですね、僕の考えていたことがかなり現実的になったわけです。やっていきましょう。概要欄に貼っておきますので、今画面にある AI 作曲コードとメロを GPT が作成という GPT を使っていただきます。ここで音楽のデータができるんではなくって、まずはプロンプト自身を作ってくれるというアシスタントです。ではボタンを押します。すると曲のキーはということで聞いてきます。今回は初心者の方も見てくれてるということで、一番オーソドックスな C メジャーの曲を作っていきます。ですからここでは1番というのを押します。次はそのスケールですね。 C メジャーと言いましたので、メジャースケールというのを選びます。ここでは6つのスケールが選べますが、手入力も可能です。とこれ以外のジャズなんかで使うようなスケールも対応しています。じゃあオーソドックスなメジャースケールでやりたいと思います。1番。次にジャンルの希望はというふうに聞いてきます。まあジャンルによってですね、使うコード進行とかも変わりますので、まあ今回は1番 J-POP を選びます。そして曲の小節数はということです。このソフトは曲全体を作るというよりも、最終は今とっても熱くなってきている Snow AI というAI 作曲でフィニッシュをするためのソフトウェアと考えてください。ですから、ここでは16小節のモチーフを作ることを考えます。次に、テンションコードの利用率はということで聞いてきます。セブンスコードであったりとか、そういうのをどれぐらい使うかですが、一応少し使うというふうにしておきましょう。2番を選択します。次は、楽器によっても、メロディーというのは変わってきます。そこらも GPT が言うことを聞いてくれるかというのはちょっと今の時点ではさておきまして、一応ボーカル用のメロディーを作ろうということで1番を押します。そうすると GPT はまとめてくれます。
Cメジャーで J-POP の16小節、テンションコードは少し使うメインボーカル用ですよ、というふうにまとめてくれました。これで修正がなければ OK を押します。はい。するとですね、これはプロンプト自身を考えてくれているわけです。はい。このプロンプトでよろしいですか？問題があればお申し付けいただくか、ご自分で編集してください。というふうにメッセージが出ます。右上のコードをコピーするでコピーします。ちょっと読みにくいですので、メモ帳に貼り付け直します。はい。このように貼り付けました。皆さんにとってここはさほど重要じゃないんですけれども、これがどんな仕組みかということだけ分かっていただくために、重要なところだけは読みます。だから GPT のプロンプトです。GPT は有能な作編曲家です。指示に従ってコード進行とメロディーを尊重スタイルコードのルールに基づいて提案するのが役目です。そのように、まずは宣言しましてですね、指示の内容は先ほどの GPT で入れたようにですね、曲のキーとかが出ています。そこからです。GPT からのコード提案、回答というのがありまして、回答のコード進行のフォーマットルールというのがあって、そこからちょっと下がったところに例を下記に示しますと。このような形で答えを出してくださいねというようなことを言っています。次に半分から下は GPT からのメロディーの方の提案ですということで、冒頭の指示の内容に基づいて音楽理論に即したメロディーを指定の小節分の音符の長さを考慮に入れて生成してくださいと。音程の変化や音符の長さは楽器の特徴を生かしたメロディーを考えること。またメロディーは単純にならないようにメロディックで印象深いメロディーを作成するように工夫の限り考えてください。さらに重要なのはコード進行にマッチしていること、小節数にちゃんと合う音数で構成されていることが重要です。当たり前ですね。コードに合っていないといけないわけです。そうしましてメロディーの回答のフォーマットルールとかいう風になっていまして、なんやらプログラムのような配列というんですけれども、 C4 が8、E シャープ4が4とかいう風にですね、この一個一個のブロックは音程と音の長さを表すように僕が考えたものです。このような約束でやってくださいよと。例えば3連符の場合は後ろに T をつけてくださいねとかいうようなことになっています。よって3つの音符が連続していないといけないですよ。そういうような音楽のルールというのをここで説明をしているわけです。そして最後ですが、最終的な回答をする前にコード進行とメロディーが正しく対応しているか必ず確認してください。特に全体の小節数と1小節の拍数と音符の長さ、小節の和音とスケールの調和、こういうことをきっちり考えてくださいね。こんなようなプロンプトができたんです。ここお間違いのないように、まだ完成じゃないです。これをすべて選択しまして、新しいチャットをやります。その時は必ずチャット GPT O1 プレビュー、この最新の GPT を使ってください。新しいチャットを開きます。O1 プレビューになっていることを確認して、プロンプトに先ほどコピーしたものを貼り付けてください。そして送信します。すると GPT は今考えています。2、30秒考えた後は答えを出してきます。はい、66秒かかっていますね。どんな風なことを考えたか見てみましょう。まず提案を始める。そしてコード進行を作るということです。そして開始ポイントを見つけ、メロディーと和音の相性を確かめ、選曲を考えます。選曲を考えるときは J-POP の C メジャーコード進行を選びつつ、16小節でイントロと A メロを組み合わせる方法を探るというふうになっています。はい、
このようにずらずらといろいろ考えました。そして途中では調整をしたり、メロディーの構築を振り返って確認をしたり、最終は和音の進行とメロディー作成の調整をするように考えています。はい。しかし、パッと見たところ、16小節以上に作っている感じがします。相談したのは16小節分です。こういう間違いをする場合も、もちろん GPT というのは 100% ではないですので、ちょっと思い違いをしているようです。では、そういう時はちゃんと言いましょう。はい、相談したのは16小節分でしたよねと、再度回答を出してください。このように言い直します。はい、出来上がりました。コード進行16小節分。これをですね、コピーします。そうしまして、そこから次は2つの方法があります。前からもご紹介しています、TEX Code 2という、このソフトを使うことです。もう一つは、僕の方でコード進行を MIDI に変えるというソフトも作っています。どちらも概要欄に貼っておきます。今日は TEX Code 2。これでやりましょう。では、ここに先ほどコピーしたコード進行を貼り付けます。最初にこのように入っていた場合は、すべてを選択して、そして貼り付けてください。はい。このように貼り付きました。4小節目と次の小節の間にスペースだけが入ったものがありますが、これはちゃんと無視してくれますので大丈夫です。どんな感じになったか聞いてみましょう。コントロール P で再生します。2分音符で鳴らしてます。はい、おしゃれなコードができていますね。最後の方に F マイナーというのがありますが、こういう F マイナーを使うとき、どこにどんな風に使ってもいいんではないですので、これ初心者の人がやるとですね、とんでもないところに F マイナーを入れてしまったりします。あとは A7 の部分ですね。これなんかも通常でいうダイアトニックコードというのと、違ってですね、少しトリッキーなコードになっている部分です。この TEX2 はこのように音を確かめることがピアノの音だけですけれどもできますし、ここで今2分音符となっていますが、最初は8分音符のオクターブ上下、このように初期設定はなっていると思います。これでもう一度聞いてみましょう。はい。このようにですね、試して聞いてみれるので、初心者の人にはとってもわかりやすいですね。これは素晴らしいです。あとはテンポを変えたりということもできるようになっています。そうしまして、これをですね、DAW の方に持っていきます。はい。ここに僕はテストで、入れてありますし、皆さんもこのようなテンプレートというのを作っておくと、もうすぐに貼り付けて聞いてみることができます。では、TEX Code 2の右下に Export MIDI というボタンがありますので、これを押しながら DAW の方に持っていけばいいわけです。僕は今回 Studio One 7という新しい DAW を使っています。こちらの方ではコードトラックに直接持っていくことができるようになっています。じゃあやってみましょう。はい。このように持っていくことができました。簡単な伴奏トラックを2つ目のところに入れてありますので、そこにこのように
下ろしますとミディが出来上がります。今伴奏だけでちょっと聞いてみましょう。はい、また楽器が変わるとですね、イメージも変わりますよね。このようにしてまずはコードを持ってきてください。このように伴奏を確かめてみることができます。ここで僕がテストにもうメロディーもやっているものをちょっと聞いていただきましょう。最終どんなものができるかということです。ドラムももうここは入れています。二つ目にテストしてあるものも聞いてみましょう。これはドラムが入っていません。はい、では話を戻しましょう。今度はメロディーを入れたいわけですね。ブラウザに戻ります。先ほどこの青く今反転しているコードを使ったわけです。その下にメロディーがあります。そのメロディーはどうやってミディにすればいいんでしょうか。それは僕が無料で使ってもらっている GPT メロディープレイヤー、このウェブアプリでミディにすることができます。ここでクリップボード貼り付けというボタンを押します。すると今のメロディーがここに貼り付きました。そしてボリュームをだいたい110ぐらいにしておくと一番いいんではないかなと思います。BPM とかは DAW のソフトに依存しますので、これはいくらになってても大丈夫です。では Save as MIDI のボタンを押します。はい、ダウンロードホルダーに実験をしていますので、たくさんのメロディーがありますけれども、今回はそういう中でメロディー Q.midi というのが書き出しできます。保存します。そうしましたら、そのメロディー Q というのをここに当てはめてみましょう。はい、当てはめましたが、です。一小節分多いですよね。これではダメです。いくらその後がコードがないと言ってもですね、上級者の方ならもうここでコードをプラスしてですね、終わればいいわけですけれども、初心者の方はそれができません。ですからどうしてでも収めてもらいましょう。はい。コード進行は OK ですが、メロディーが17小節あります。再度しっかり確認して16小節分にメロディーを提案してください。このように言います。はい、申し訳ありませんでした。メロディーを16小節に修正しました。ということで、ではメロディーをコピーします。そして再度メロディープレイヤーでミディに変換します。今度はメロディー10というファイル名になります。はい。間違ったメロディーを消しました。はい、今度は
ちゃんと16小節に合わせてきましたね。ではここにドラムも足してちょっと聞いてみましょう。ドラムを複製するのはスタジオ1の場合は D のキーを押すと複製できます。デュプリケートということです。はい、ではどんな感じになったか聞いてみましょう。はい、素晴らしいですね。そしてちょっとミディを確認してみましょう。今回はメロディーの頭というのがですね、半拍前から入るものとかうまく組み合わせてくれたように思います。そしてちょっと F マイナーのところでアボイド的な音がありましたけれども、許せる範囲だと思います。ちょっとこの辺から聞いてみましょう。もしこういうようなことがありましたら、スタジオ1とかの場合はですね、ちょっと大きくしますね。何がちょっと不安定だったかというとですね、ここに D のシャープの4というこんな音があるわけですね。これを直したりするときに、もちろんこれを一つ上に上げるとかいうふうにすればいいんですけれども、スケールを C のメジャーに設定しますよね。そしてここでチェックを入れるとですね、この C のメジャーに合うところにしか音が置けなくなります。これを下げた方がいいのか、上げた方がいいのか。ちょっと上げてみましょう。はい、これで収まりが良くなりましたね。この程度なら少し勉強をしてですね、上げたり下げたり、どこに上げればいいかというのはやってみてですね、例えばこれをですね、もう一個上げても F マイナーですから合わなくはないと思います。はい、こうもできますが、でもこれをソーの音、この音にしたらちょっと違和感が出るかもわかりません。はい、でも悪くはないですね。このようにできることが分かりました。今日はこれだけで終わりではありません。この部分を書き出して、その AI に仕上げをしてもらうということです。今選択しましたように、この部分を選択してですね、そしてミックスダウンをします。いわゆる書き出しのことですね。そしてここでテストという風にしておきましょう。そしてループ間ですから、ここをチェックすることを忘れないようにしましょう。ウェーブファイルの 16bit44.1、 これで書き出しをします。 OK をします。はい、書き出しが終わりましたので、今度はスノー AI を立ち上げてみましょう。はい、皆さんもスノー AI は使っておられますか？音楽をやっているなら、ぜひとも一度は使ってほしいと思います。クリエイトというボタンを押します。画面の上の方にアップロードオーディオというのがありますので、ここでアップロードオーディオを押します。はい、ここで今先ほどの書き出したファイルをドラッグ&ドロップするだけで OK です。はい、このファイルですね。これをドラッグ&ドロップします。
アップロードファイルという白いボタンが出てきます。これを押します。はい。このようにですね、アイコンが出てきたら、これでいいわけですけれども、ちょっとこのテストアップロードというのを聞いてみましょう。はい、ここでエクステンドというボタンを押します。するとこちらの方にやってきます。31秒ぐらいあったようですね。そしてここに歌詞を入れたりしていきましょう。秋と君の香り一部分を書きました。そしてあとはスノー AI に歌詞を作ってもらいましょう。この下のボタンを押すと歌詞を作ってくれます。もちろん最初から自分の歌詞というのでもいいわけです。はい、出来上がりました。ちょっとこれで曲を構成してみましょう。一番下の方に行くとエクステンドというのがあるので、このボタンを押してください。はい、出来上がりました。ちょっと聞いてみましょう。先ほど作ったモチーフ、これを周到して作られているかどうかが問題です。赤く染まる道歩こう、風に舞う葉を追いかけて、君が笑う後ろ姿、永遠感じたあの日々。月明かりが照らす夜、ほのかに香る君の髪、二人だけの秘密の場所。めっちゃいいですね。そしてちゃんとモチーフを周到しています。秋の風に乗せた言葉、君に届くように祈る。切なさと喜び溢れ、君の香り忘れないよ。はい、ここでもモチーフで出てきます。冷たくなる指先触れ、ぬくもり求め抱き寄せる。君の目に映る未来、いつも隣にいる約束。静かな湖畔のほとり、君と見た朝焼けの空。言葉にできない想い、字余りをものすごくうまく歌いましたね。感想もちゃんとモチーフうまくアレンジして演奏しています。秋の風に乗るほとり、君と見た朝焼けの空。言葉にできない想い、また来た。モチーフいい感じです。赤く染まる道歩こう、風に舞う。アカペラもモチーフ歌ってます。君が笑う後ろ姿、永遠感じたあの日々。はい、次の曲行ってみましょう。赤く染まる道歩こう、風に舞う葉を追いかけて、
君が笑う後ろ姿永遠感じたあの日々月明かりが照らす夜オブリガート綺麗ですね。ここに香る君の髪二人だけの秘密の場所胸に刻む愛の証秋の風に乗せた言葉君に届くように祈る切なさと喜び溢れ君の香り忘れないよ再現率がめちゃめちゃいいですね。冷たくなる指先触れ曇り求め抱き寄せる日にの目に映る未来いつも隣にいる約束静かな湖畔のほとりここなんかはとってもアレンジを加えて元よりも違うB メロみたいなものを作ってくれています。君だけに伝えたい秋の風に乗せた言葉君に届くように祈る切なさと喜びあふれ君の香り忘れないはい。今最後、ちょっと尻切れトンボになりました。これはまた繋いでいただいたらいけます。ここからエクステンドやるといいわけです。また、ここですね、女性の声で歌えないかとかいうのあります。今回、スタイルオブミュージックは何も入れませんでしたが、ここでフェメールボーカルという風に入れます。もう一度エクステンドやってみましょう。はい、聞いてみます。あごろすまる道歩こういい声ですね風に舞う葉を追いかけて君が笑う後ろ姿永遠感じこの曲は戦闘ではあまりモチーフの匂いがないですはい、次行ってみましょう。赤く染まる道に歩こう。風に舞う葉を追いかけて。なんとなくこの気だるい歌い方がいいですね。はい、このようにボーカルを指定したりということもできるんです。もちろん自分の思いとあまりにもかけ離れていたときは何度もエクステンドを押してガチャを回してください。
どうでしたでしょうか。モチーフを作って、そしてその AI に仕上げをさせるという、まあ一口で言えばそういう今日はお話だったわけですけれども、それには GPT を2つ使いました。一つは僕が開発したプロンプトを作成する GPTs と、そして O1 プレビューという最新の AI に持って行ってコードとメロディーを合わせるということなんです。これ GPT-4 の時は全然うまくいきませんでした。コードの通りにメロディーを考えるというようなことはできなかったんですけれども、 GPT-01 というものができてから、それが一気にできるようになったわけです。もちろんこれからももっと進化するので、もっと間違わないで、先ほどのように小節数が合わないとかですね、そういうことはほぼなくなるんではないかなというふうに思います。メロディーを打てる人にとっては別にこのソフトでやることはありません。いわゆる後半の自分が DTM で作った音をその AI に投げかける、これだけをやればいいわけですけれども、初心者の人はメロディーを入れる、もしくは例えば縦笛が吹けたから録音をしたらできるじゃないかとかいうことがあります。それも完璧にはなかなかできませんよね。それを考えるとですね、僕の開発した GPT を使っていただいたら、メロディーというのを作れない人も簡単に音楽を作れる。そしてちょっと勉強をしてですね、そのできたメロディーを一部分変えてみたり、それはできるだけ DTM を勉強していただいてやればいいと思います。ちょっと PR にもなりますけれども、僕の方では主にスタジオ1、もしくは今のような使い方でしたらキューベースとか、あとはロジックですね。そちらの方もレッスンをお受けしたりしています。ぜひこの新しい作曲というのを皆さんにお伝えしたくってやっていますので、ご興味がありましたらまたコメント欄からでもご相談ください。では今日もとっても長い時間でしたけれども、ご視聴いただきありがとうございました。またねー。